フグタくん、ヒットシーンは撮れなかったんですけど、アナゴが釣れました。石持ちの仕掛けでアナゴでございます。30センチぐらいかな。いやー、あらららら、よかった。飲んではないですね。取れそうですね。いやー、あらららら、あー、当たっちゃったよ。やべ、どうしよう。食べるか、食べるしかないね。うわー、アナゴです。アナゴ、やった。やべえ、若洲で初めてアナゴ釣っちゃった。やったよ。どうしよう、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 どうしよう。あ、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 ちょ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 アナゴです。釣れたのはいいんですけど、仕掛けがぐちゃぐちゃです。ちなみにこれです。こいつです。このね、オーナーさんの唐突石持ち五目仕掛け、これね、何でも釣れます。これで、クロダイ、スズキ、いろんなものを釣ってきました。クロダイ、スズキしか頭に浮かばないんだけど、うわぁ、これ結構ね、いいですよ。これ本当におすすめ。やばい、なんか手がすごい震えてる。どうしちゃったんだろう。興奮してんのかな。なんかかかってる、なんかかかってる。竿が超浮いてる、竿が浮いてる。タモ持ってないぞ、これ。なんかでっかいのかかってる。またエイ釣っちゃった。うわ、重かった。うわ、マジかよ。またエイだよ。ちゅんちゅん。攻撃してくる。しかもさっき下ろした仕掛け切られちゃったよ。危ない危ない。しかも何これ。すごい変なとこにかかってんじゃん。こんなとこかかってるよ。釣れた。もうさっき下ろしたばっかりの仕掛けだどり。もうこの前よりちっちゃいかもしれない。いやー、危なかった。ブルーベイソンの遠投4号、さすがです。そして石持ち針、やっぱりこいつかかります。何でも釣れる。しかしお前本当に第14使徒みたいだな。お前ザキエルだろ。ザキエル、ね、エイの口の中、エイの、うわ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 、攻撃してくる。じゃあ逃がしましょう。よし、よし、なんか言ってる、なんか言ってる。はい、じゃあ逃がしますよ、逃がしますよ。怖いよ、怖いよ、怖いよ、超怖い。よいしょ、よいしょ、行くぞ、はい、行け。バーン。現在5時15分です。全然釣れない状態になっていますよ。先ほど隣に入ってきた方がいらっしゃったので、ちょっと声をかけさせていただきましたら、なんとチャンネル登録者さんですね。2人の時は元気がいいけど、1人の時はおとなしいねって言われちゃいました。やっぱり集団心理って怖いですよね。ソーセージ、あ、マジか。ソーセージ食わない猫とかいる？
現在6時です。お腹空いちゃった。5月28日日曜日、お潮でございます。現在潮止まり、夜明けから全く魚がつきません。カス3兄弟一切来ておりません。魚が入ってきてれば、このゆったりした小潮のね、波の流れでワンチャン爆釣になるかなと思ったんですけど、残念ながらカス3兄弟全くどこにもおりません。全然釣れてません。これはおそらく日中もかなりシビアな戦いになると思われますので、今日は無理せず適当に帰ります。じゃあもうちょっと頑張ってみよう。はい、今日も仕掛けがいっぱい落ちてました。だいたいいつも仕掛け回収してこのスナップサルカンだけいただいてます。糸は捨ててるので、ゴミを捨てた代わりに戦利品ゲットです。猫がネズミを加えてました。すごい、やっぱり猫ってネズミ食べるんだ。7時半です。イワシが釣れました。隣の方の釣果です。いや、釣れますかね。じゃあこっから。おお、元気だ元気だ。はい、現在10時です。最後に魚が釣れてから6時間近く経過してしまいましたよ。風も強くなってきましたし、ずっと朝から波気立ってしまっていて、海も濁ってますし、サビキではなかなか厳しい状態ではないかと思っていまして、以下真似しなくても気持ちがワンチャン釣れる可能性があるんじゃないかと思いますが、今日はこの辺で帰りたいと思います。アナゴも釣れましたし、またエイを釣ることもできましたし、チャンネル登録者さんとお話しすることもできましたので、もう十分満足な兆候になりましたよ。それでは今日はこの辺にして帰りたいと思います。はい、ということで釣果終了いたしました。釣果の方はアナゴが1匹、エイが1匹でございます。アナゴは持ち帰ってきました。この後食べますよ。で、帰りにちょっと堤防の方も覗いてみたんですけど、まあこの城がちょろちょろ釣れてたりしてましたけど、まあ全体的にはあんまり釣れてない感じでございましたですね。ただですね、すごいでかい魚を釣っておりまして、自分が釣ったエイの長さで2倍ぐらいだから、体の大きさで言ったら二回りも見回りも大きいエイを釣り上げてる方がいらっしゃいましてですね、それを見てちょっと堤防先端ちょい手前ぐらいまで行って戻ってきたら、サメを釣っている人がおりましたですね。あ、どうぞ。チャンネル登録者さんが横を通ったのでちょっとご挨拶しちゃいました。すごいでかいサメ釣ってたの、びっくりした。1メーター50弱かな。今日ね、初めてギャフっていうのを見ちゃった。すごいですね。みんなやっぱりサメ狙ってきてる人もいるんですね。ギャフを持ってる方もいらっしゃって、ギャフありますよって言って、でギャフってね、あんなすごいの、あんな、なんていうの、なんていうんだあれ、森みたいなやつ、森じゃないけどガーって引っ掛けて、ガーって上げて、すごかった。あれがギャフというやつか。俺もギャフ買おうかな。ある YouTuber さんからあのギャフ持ってますよっていうコメントをねいただいたんですけど、でそれでね、ギャフっていうやつを調べて、あ、これがギャフかって思ったんですけど、今日あのもろにそれをね見て、しかも実際に使ってるところを見てですね、やっぱりあれがないと無理かなって思いましたですね。いや、あれがあったところでパワーの方が足りるかどうか分かりませんけど、まあちょっとやっぱりサメ狙ってくぞなんて言ってるからには、やっぱりああいうものも持ってないとダメかもしれないね。あとあんな超特大の A なんてね、上がっちゃったりした時もやっぱりあんなの持ってないと上げらんない気がするし、いやギャフか、いやギャフなんて持っちゃったらもう普通の釣り師じゃなくなっちゃうじゃん。まあギャフはね、まあ今後どうしようか考えるということにしまして、ということでね、今日はもう一人ですし、まあここら辺で終わりにしたいと思います。今日も動画視聴していただき誠にありがとうございました。ということでまたお会いしましょう。せーの、はい、ぐるぐるドーン、ドンドンドーン。周りに誰もいないからいいけど、これもろに見られたら超恥ずかしいな。じゃあねー、バイバイ。はい、今日釣ったアナゴは約39センチでした。ちょっと角度のせいで38センチに見えますけど、39センチありました。そしてなんと胃の中からチビアナゴが出てきた。チビアナゴを共食いしておりました。8センチのチビアナゴが出てきましたですね。若洲に
アナゴがおります。アナゴも狙いますよ。お尻の方切れちゃったけど、なんとなくさばけた。おー、なんかすごいそれっぽくなってきた。完成！今日釣った煮アナゴ丼でございます。まあ、初めてさばいた人でも、これくらいにはできますので、皆さんも頑張って釣ってみてください。